三国志は、1985年3月20日に、日本テレビ水曜ロードショーで放映されたアニメ番組。制作費1億5000万円を投じて映像化された。原作に、横山光輝、三国志とクレジットされているが、原作とは、内容もキャラデザインも全く異なった作品である。1986年8月22日には、続編である。 三国史通天かける英雄たちが放映された。本項目では、この続編も合わせて取り上げる。三国志は、長坂の戦いから、石壁の戦いまでを描くが、実際とは、年月が異なり、約一年半で展開する。また、慶州での関連人物は、劉氷が冒頭に登場するのみである。三国史通天かける英雄たちは、前半に劉備と 孫夫人との結婚。そして後半に、駅州をめぐり、曹操軍と戦い、その間関羽、張飛が戦死するも、曹操軍の攻撃を退け、天下三分の刑が成立するまでを描く。大筋では、横山三国志のほんの一部をダイジェストしたストーリーではあるが、キャラクター設定などに大胆なアレンジが加えられている。ただし、甘かけるは、 三国志が好評なのを受け、急に制作決定されたので、石壁の戦い以前におけるエピソードをも取り入れている。歴史アニメというジャンルが確立していなかった時期の作品のため、80年代のロボットアニメ、ヒーローアニメに多く用いられた表現が多数見られる。以下の個人名は、マかけるから登場。バップでビデオが販売された。 DVD 化はされていないが動画配信サイトで配信されることもあるので視聴は容易になった。1985から86年にしよう。出版社より前後間でフィルムコミックアニメ三国史が刊行されている。ありがとうございます。